金森法律事務所は中国本土、オーストラリア及び香港のそれぞれを拠点とする3つのパートナーシップから構成されるアジア最大の法律事務所。2011年11月に中国の大手法律事務所である金森法律事務所とオーストラリアの大手法律事務所であるマディーソンズ、スティーブン・ジョック法律事務所の連名が合意され2012年3月に これが発行することにより成立した。財務的に独立した3つのパートナーシップから構成されるスイス法上のファーインであり、具体的には中国大陸パートナーシップ、オーストラリアパートナーシップ及び香港パートナーシップから構成される。オーストラリアパートナーシップと香港パートナーシップの間では情報が共有されるが、中国大陸パートナーシップはこれらのネットワークに 接続していない。ホームページも中国大陸の金森法律事務所とオーストラリア、香港のマリーソンズ法律事務所に分離されている。企業法務金融法務総称、知的財産、倒産、事業再生など、主にビジネス関係の国際的及び国内法務を幅広く扱う。数多くの大規模な M&A 案件を担当し、アジアでは、 一にを争う弁護士事務所である。a b ウォールストリートジャーナル、キングウッド・マリーソンズ・ナウ・イン・ビジネスリリーブド2マーチ2012ザ・ローヤーキングウッドマリーソンズ・アイアン・アウト・コンフィデンシアリティイシューズ・ア・ヘッド・オブ・マージャーリリーブド1マーチ2012ありがとうございます。